クライスラー160、180、2リッターは、クライスラーのイギリス市会社の、クライスラー UK とフランス市会社のシムカにおいて1970年から1982年まで、販売された、中型乗用車である。生産は1975年まで、シムカのポワシー工場で行われたが、1976年以降は、 スペインのクライスラー史会社バレーロスに関された。英仏、クライスラーの車種統合の最初の例として1970年に登場した。もともとは、ルーツグループにおいて1966年から、ハンバーホークの後継者として、ルーツチーフデザイナーだった、ロイアックスの元シーカーとして計画され、ヒルマンとサンビームには、新開発の V 型6気筒2リットル、 ハンバーに同じく2.5リットルエンジンを搭載して発売する予定であった。一方、シムカでも同時期に1961年に生産中止となったフォードシムカブデッドの復活を図る計画で929プロジェクトが進行していた。1969年春、親会社によって両プロジェクトは統合され、ロイアックスのシーカー計画が生き残ることとなった。 しかし大排気量車に重税が課せられる、フランスの事情に配慮し、開発に拒否が投じられ生産設備も発注されていた、V 型6気筒エンジンはキャンセルされ、排気量2リットル以下の直列4気筒エンジンが用いられることになり、生産もフランスだけで行われることになった。生産型は1970年のサロン、アンテルナショナルドロトで発表された。 当初は 1632cc の160、1812cc の 160gt180 の3モデルで登場した。当時の宣伝スローガンは、アンアメリカンフロムパリであった。イギリスでの販売は1971年に180のみで開始された。1972年には 160gt が中止され、残る160。 180は、タイヤサイズの13インチから14インチへの拡大、ホイールキャップの刷新等の小変更を受けた。イギリスの自動車雑誌、ザ・モーター1971年4月号のテストでは、180は、最高速度実測 162.5km、0から60マイル加速12.4秒と、当時としては、まずまずの性能を記録し、快適な、 中型車と評価されたが、有力なライバルであるフォードコーティーナ0 0 0 GXL やボックスホール VX4、90は2リットルエンジンを搭載しており、それらには立ち打ちできなかった。1981cc の2リッターは1972年にアムステルダム自動車ショーで発表され、1973年から販売開始となったが、2リッターには、 クライスラー製三足トルクフライト AT のみが組み合わせられた。またレザートップやフォグランプなどが追加装備されていた。結局160、180、2リッターの人気は盛り上がらず、販売は期待を下回った。その原因の一つは、当初の広告キャンペーンが植え付けたアメリカ的すぎるイメージが、フツ双方で反感を買ったためであるが、 フランスの税制に配慮して、車体の割に小排気量のエンジンを搭載したのは、仕方ないにしても、より大排気量、高出力を望んだ英国やヨーロッパ諸国向けの、高性能版投入を見送ったことも一因であった。1976年以降は、生産拠点が、スペインのクライスラー司会者バレーロスに移管されたが、同社にとって一つのモデルの生産全体を、任せられるのは、 初めてのケースだった。スペインでは、地元車体メーカーによって、ワゴン版が生産された。1977年以降フランスを含む大陸、ヨーロッパでは、クライスラーシムカ1609、1610、2リッターに、改名、さらにクライスラー欧州部門が、PSA プジョーシトロエンの一部となった1979年以降は、タルボ1609、 1 6 1 2リッターに再度、解明され、フランス国内向けには 1812cc の1610は落とされて 1981cc の1609、2リッターのみが、生産続行された。そして後継者、タルボ・タゴーラ登場後の1981から1982年には、2000cc ディーゼルエンジン搭載車が、 スペイン国内に限って販売された。1979年末までの160、1 8 2リッターの総生産台数は288,294台と言われ、不人気者として今日あまり記憶されていない割には、長期にわたって安定した台数が生産されていた。ありがとうございます。